セレツェカーマ、セレツェカーマ、セレツェコマ、1921年7月1日から1980年7月13日は、ボツワナ共和国初代大統領、在任1966年から1980年、政治経済に優れた手腕を発揮し、現在のボツワナ繁栄の礎を築いた。1921年7月1日、英領 メジアナランドに居住する、ツワナ人の有力部族、ングワト族の第一王子として、セロエで生まれる。父は、ングワト王、祖父はその前のングワト王である。1925年に、父が亡くなり、彼は4歳にして、ングワト王となり、おじのが殺生となった。母テボ母は、近隣の一族の王女だが、1930年に、推している。南アフリカ連邦、元。 南アフリカ共和国の寄宿学校に通った後、南アフリカので1944年に文学志望を取り、オックスフォード大学へと留学した。1947年6月頃、カーマはロイズの公員だった、イギリス人女性ルース・ウィリアムズと出会う。1年後の1948年6月に結婚を申し込み、9月29日2人は結婚したが、 この結婚はアバルトヘイトを行っている南の隣国、南アフリカ連邦を強く刺激した。セケディカーマをはじめイングワト族の長老たちもこの結婚には反対し、さらにカーマが事前に相談もなく決めたことに難色を示した。イングワト族の慣習では王の結婚相手は一族の中から選ばれ、王の妻として王の後継者の母として、また、 一族の母としてふさわしい人物かどうか長老たちの許可が必要であった。カーマ夫妻は結婚の同意を得るためベチワナランドに渡り、セローエデノングワト族の伝統的な会合を、民会であるトラ、コートラに出席、三千五百人から一万人の出席者を集め、一週間にわたって開催された。コトラはすでに2回開かれており、結婚か多いかの二者択一を迫る姿勢を示して、 いたが、結論は、カーマのスピーチを受けて、彼の勝利に終わり、チェケディ・カーマは、ムグワと寮を離れ、カーマは学業を完了させるためロンドンへと戻った。しかし、南アフリカ連邦は、この結婚に反対し続け、ベチアナランドの創始国、イギリスに、カーマの王位を放棄させるよう圧力をかけた。当時イギリスは、第二次世界大戦後の急貿期で、 南アフリカの資源を必要としていたため、イギリス議会はカーマに、大いの放棄を求め、それが認められるまでカーマの帰国を認めなかった。これに伴い、グワトの英国への態度が降下し始めた。なお、この頃長女のジャック・リーン、そして後に四代目大統領となる、長男イアン・カーマも生まれている。1956年、対立関係にあった王子。 セケデがイギリスを訪れカーマを説得、ついにカーマは大井の放棄を決心する。二人は共同の会見を開き、大井の放棄と二人の和解を発表、家族と共にングワトへの帰国を望んだ。これをイギリス政府は認め、カーマ夫妻は一市民としてベジュアナランドに戻ることになった。帰国したカーマはングワト議会の議員となった。1962年、 カーマは、クエット・マシーレラとベチュアナランド民主党、現在のボツワナ民主党を結成、独立運動を開始する。カーマがグワトの多い継承者であったことにより、当初は、ベチュアナランド最大士族、グワトだけの政党であったが、カーマの恩恵な政策は、共感を呼び、支持は拡大。全国的な政党となった。1965年、ベチアナランド最初の議会選挙が行われ、 ベチュアナランド民主党は、パンアフリカニストや共産主義者を破って圧勝し、カーマは首相に就任。1966年9月30日、ボツワナは独立を果たし、カーマは初代大統領に就任する。独立こそ達成はしたものの、当時のボツワナには、これといった産業がなく、世界最貧国20カ国に数えられていた。国民はほぼ牧畜のみで生計を立てており、 政府の必要経費すら英国からの援助に頼る状態であった。独立時、英国からは南アフリカへの併合も提案されたと言う。さらに周囲は南アフリカ共和国、ローデシアといった白人主導国家に完全に囲まれており、白人諸国への妥協なしでは国家の存続すら危うい状況であった。天気は1967年、独立から一年後にやってきた。 中部のオラパで世界最大級のダイヤモンド鉱脈が発見されたのである。カーマはすぐさまでビアスと開発契約を結び、これによってボツワナ政府は安定的な財源を得ることができるようになった。天からの賜物をカーマは無駄にはしなかった。ダイヤモンド鉱山の収益は初等教育、医療、インフラストラクチャ整備に優先的に振り向けられ、経済成長の礎となった。 1967年から1980年まで、ボツワナ経済は世界最速の経済成長を記録し続けた。また、カーマは汚職に対し強力な対抗策を取り、アフリカの新独立国の中でボツワナは最も政府の腐敗が少ない国となった。政府腐敗の少なさと潤沢な資金による開発計画の実行は、行政効率の向上を促し、他国からの援助も、 効果的に使われるようになった。また、自身のプライベートにおいても人種対立に直面してきたカーマは建国当初より人種間の融和を重んじ、他国において急速に進められた政府職員のアフリカ化を積極的には行わず、変わりうる人材がいない限り継続して雇用された。これによって多くのアフリカ諸国で起こった行政能力の低下が起こらず、 以後の国家の発展に外国人職員は重要な役割を果たした。外交に関しては周囲の白人諸国と適度に距離を取りながらの国家建設を行う。アパルトヘイトには反対の立場だったが国内の開発はデビアスをはじめとする南アフリカ資本に委ねておりカーマの立場は恩恵なものにならざるを得なかった。1979年 パーマは SADCC1992 年に南部アフリカ開発共同体2階その構想を提案する。これは南アフリカを取り囲む形で存在する黒人諸国が運輸通信部門で南アフリカ共和国からの自立を成し遂げようとするものであり、1980年正式に発足。本部はボツワナ市とハボローネに置かれた。また、 ジンバブエ独立戦争においては、白人至上主義のローデシア政府と黒人を主体とする反政府勢力との駐在を行った。内政においては、独立以来の複数政党制に基づく民主主義を堅持した。ボツワナ民主党がカーマ人気と堅実な知識で常に、議会内で圧倒的多数を占めていたため、無理に強権的な一党制にする必要がなかったとも言えるが、 他のほとんどのアフリカ諸国とは違い、一度も独裁に、傾かず議会制民主主義を守り抜いたのは、特筆に値する。晩年のカーマは長く糖尿病を患い、それに伴う各種の疾患に苦しんだ。1974年には、心臓ペースメーカーを埋める手術を受けている。カーマは1980年7月13日、水癌によって、ハボローネで、妻、 ルースの腕に抱かれながら、この世を去った。政権は、彼の右腕だった、副大統領、クエットマシーレが継いだ。ハボローネでの遺体の一般公開には、4000人を超える人々が参列し、別れを惜しんだ。彼は、生まれ故郷のセローエにて埋葬された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。